どうも、盆栽 Q、始まりました。本日は盆栽園さんの紹介をさせていただきます。本日は芙蓉園さん、来させていただいてます。じゃあ自己紹介簡単にお願いします。はい、芙蓉園の小田名と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに盆栽歴どのぐらいなんでしょうか？盆栽歴は18、19ぐらいなんです。18、19、18年ぐらいですかね。18年ぐらいベテランの方で大宮の盆栽町の大宮公園駅のすぐそばにある盆栽園さんになっております。じゃあ今日は盆栽園さん紹介ということで、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、まず芙蓉園って言いますけども、はい、1939年にオープンしまして、まあ、今年で、そうですね、81年目になりますね。はい、はい、まあ、長い、はい、今の園主が2代目で、はい、やっております。はいはい、まず、基本的なところなんですけど、はい、盆栽というものの定義というものをちょっと説明簡単にしていただけますか？はい、まあ、そうですね、大まかな定義は、はい、器に植物を育てるっていうのが大まかな定義なんですけども、はい、まあ、主に自然を切り取ったようなものを、うん、鉢の中で再現するっていうような、はいはい、形になってますね。なるほど、簡単に言いますと、はい、ということです。でちょっと説明一つあるので、はい、していただいてもよろしいですか？はい、では盆栽の見方説明していただければと。そうですね、盆栽は正面っていうのがありまして、目線を下げていただいて幹がよく見える場所ですね。うん、でちょっと下から見上げるぐらいの方が、はい、よく見えると思うんですよ。で幹の流れですね、はい、下が太くて上が細くなっていくっていうのが理想的なんですけども、まあ、これが苔順とかっていう専門用語がありますけども、それがこう均等にできていて、であと枝配りですね、枝があんまりバッティングしないようにですね、自然界はぶつかったところは枯れていくので、はいはい、まあ、そういうのも気にしながら作ってるっていうのを見てもらうと、枝が柔らかいとかっていうんですけども、はい、綺麗に見える。なんかよく聞くのが、はい、このぐらいの自分が小さい人間になったとして、はい、大木そうですね、を見上げるような、はい、大木感があるように作っていくっていうのがありますね。なるほど、イメージ。じゃあ盆栽さんに来たら、はい、そういう感じで見てる と、ね、はい、覗き込んでるとおって思われる。ツーっぽく見せるなら、はい、ちょっと下から覗き込む。そうですね、こちらの盆栽さんのなんか強みというか、はい、得意な木、はい、この園の強みとしては主に盆栽は小白盆栽と臓器盆栽と呼ばれてるんですけども、はい、まあ、小白盆栽はいわゆる針葉樹ですね、うん、でそれ以外のもの臓器盆栽っていうのも大雑把なんですけど、はい、まあ、その臓器盆栽が得意って昔から言われてまして、はい、まあ、特にこのモミジなんか葉っぱの紅葉とかするものだったり、うん、まあ、花が咲いたり実がついたりするものなんですけども、その中でうちの、そうですね、洗剤がからすごく定評があるのが雑木の寄せ植えですね。はい、なるほど。なんかショートされてますよね。はい、もうありますね。ホームページの方に確か、はい、あ、載ってました。はい、じゃあそちらをちょっとじゃあ出していただきましょうか。はいはいはい、雑木の寄せ植えですけども、まあ、楓ですね、楓の寄せ植えということでこういう感じのがよく、まあ、うちの強みとして、はい、作っていますね。はい、まあ、森のような、林のような、うん、その特徴としてはちょっと空間があって、はい、うん、はい、あと森みたいです。そうですね、下から覗き込むと、結構薄いところに、はい、そうですね、なってるじゃないですか。はい、これって、はい、元々のものは大きいものを足して作っていったんですか？一個一個が大きいものだったのか、ね、元々は本当に種からまいたような苗木だったんですけど、はいはいはい、まあ、それがどんどんこう寄せて植えることによって強弱が出てくるんですね。はいはい、強い真ん中の木だったり、まあ、ある程度操作して配置しますけども、じゃあ元々はもう小さいものからこれ、はい、そうですね、何年も経って、何十年とか、何十年ですかね、はい、古いものは予想よりでも100年近く経ってるのかな。なるほど、はい、創作盆栽とかって言われてますけどね。創作盆栽、これでも最高ですよ、これ行きたいですよ、ね、はい、ではこちらを紹介してもらえるということで、はい、そうですね、まあ、うちはですね、沖縄と長くから付き合いがありまして、沖縄に盆栽をね、いろいろ指導したりしたっていうのがありますん で沖縄の盆栽が結構あるんですけども、これがそのブーゲンビリアです。ブーゲンビリア、はい、
こだと鶴状の木って言いますかね、うん、沖縄にも盆栽園がある。そうですね、何年か、はい、ありますね。やっぱそこの土地の木を使って、はい、そうですね、南方系の木がほとんどですけど、はい、こっちの気候に合うのが何種類か、はい、それに合ったものを持ってきたりして、はい、一個一個紹介じゃすごい時間かかりますもんね。そうですね、まあ、じゃあ来ていただいてっていうのが一番いいんですけど、そうですね、まあ、いろいろありますよね。実際お作りになられたものとかも。そうですね、この棚下のやつとかなんかみんな自分が昔挿し木したやつとかで、はいはい、あ、挿し木からすごい切ったやつ挿して、これでそうですね、8年ぐらいですかね。なるほど。あのホームページの方に、はい、皆さんの自己紹介に載ってるんですけど、はい、かなり若い時の写真じゃないですか。全然イメージ違う。そうですかね概要欄にあの、はい、ホームページのリンクつけておくんで。ああ、そうですか、はい、あの若い頃というか、なんか印象全然違いますよね。なんかそうですね、確かなんかシャツにみたいな、だいぶ剥げ上がってきて。いや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 他なんか紹介したいところとか。紹介したいところ、そうですね、まあ、季節季節予想が違うんで、はいはいはい、まあ、その季節季節来て楽しんでもらえるのかなと思いますけどね。で実際盆栽の購入とメンテナンス、はい、そうです、相談とかメンテナンスなんかも、なるほど、はい、持ち込みできたりもありますし、はい、実際になんか例えば店舗さんに飾ったりとかいうのもお願いできるんですか。そうですね、はい、あ、なるほど、はい、話が来ればじゃあぜひ、はい、その都度お話をお願いいたします。じゃあ今日はこんなところで、はい、わかりました、ありがとうございました。